えー、私たちは災害がたくさん発生する国で暮らしています例えば地震で構造物が倒壊したり大雨で堤防が決壊したり地滑り土石流落石なんかが発生したりします こういった災害が発生すると被災者もたくさん出て新聞やテレビでその状況を確認するとつらい気持ちになりますそれはみんなも一緒だよねだから国や自治体では防災対策を実施していますこれは地震が起きても橋が落ちないシステムだったり大雨が降っても決壊しない堤防土石流をせき止めるダム石が 起こしてこないための対策なんかですでもここで大きな問題があります防災のためのお金っていうのは決して十分ではないいわゆる災害が起こりそうな可能性のあるものっていうのは私たちの周りにたくさんありますがそれらを全部対策することは難しいということですじゃあ防災予算増やせばいいじゃないかというのはなかなか簡単にはいきません また皆さんの税金を増やすわけにもいかないだから限られたお金でどう効果的に災害を軽減し被災者を減らしていくのかといった研究が必要になります、えー、この研究の一方では経済的な対策を開発しますいわゆる安い方法でたくさんの箇所を対策しようというものですででももう一方では 安い対策というのは高い対策と比較して確実度が落ちるということもございますので高い対策と安い対策のバランスのいい使い分けといったものが必要になりますイメージとしてはこんな感じです使うお金は変わらないけれども開発した安い対策をどう効果的に使って全体の危険性を減らすのかいわゆる 防災対策の最適化を目指すということです。この研究の重要な点は、お金がないからこれしかできないじゃなくて、限られたお金で、どう安全と安心を勝ち取るのかということです、えー。近年、例えば南海トラフ地震が発生すると、数十万人の死傷者が出ると推計されています。これをゼロにするお金も、 技術力も現在のところありませんがそれでも一人でも多くの被災者を減らしたいんですそのために頑張っています。